最もフィジカルでプリミティブでフェティッシュなやり方でお届けしましょう。どうもハリソン小沼です。翔星さん、準備の方はどうなってますか？いや、このチャンネル見てる人で地面師見てる人どのぐらいいるんだろう。いるよ。2週目のもう2週目だ。2週目、俺も2週したわ。もっともあそこが一番好き。あそこが好き。北村和之、今竹下ネタバレだね。あ、最高ですね。あのためにウエスタンブーツ履いてるっつってたからね。本当だよ、あれはもう最高だよ。ぜひ見ていただいて、見てほしい。うん、俺はあれが好きだね。ダイハードの説明するんですけどね。ああ、そうね。ダイハードという映画をご存知ですか？あまり覚えてなくてすいません。あ、そっちもやるんだね、ちゃんと。地面師おすすめです。地面師の動画じゃないんですよ。いじ上げる。まあ先日ね、アハ体験を。サングラスねえかな。地面師したいばっか。あ、そう、アハ体験の動画がですね、珍しく後ろの横動画にしてちょっと回ってて、ちょっとね、ちょっとね。いや、まあ一般的な YouTuber からしたらそんな回ってるに入らんって怒られるよ。比較なんで。もううちのチャンネル内での比較。最近やたらとショートが伸びないっていう、ちょっとあれやろうと思ってる。俺はお前の結婚式が落ち着いたあたりで、あの茨城弁講座2週目やっていいかな。ああ、そうだよ、確かにね。そろそろ50分ちょっといいですか。多分うちのチャンネル見てる人ね、最近ちょっとね、俺が時間なさすぎて動画があんまし撮れてないっていうのが、このシーズンはね、ちょっと厳しいからね。そう、ちょっとね、茨城弁足りてないと思うんですよ。確かに、うん、それはそう。ただここで喋ってる分にはもうええ、これ喋ってるんだよ、毎日。確かにね、毎日喋ってるんだけど、やっぱお客さんうずすわけにもいかないし。そうなんだよね。本当は店内回してるのが本当に一番面白いのかもしれないけど、だからダイソードラムなんか引っ張られるんだ。そうだね、だいぶ稼いだからね。うん、帰ってどうも。というわけで、ちょっとアハ体験をね、あの2回目ね、2回目、ちょっと4問あるんで、ちょっとね、今回はね、ちょっとギャグ色が強いんでね。いや、4問大事、それ4問。あのね、だいぶギャグ色が強いんでね。いや、どうも、小沼孝太のイヤストーボッチチャンネル。じゃあ例のごとく1問目、静止画の方からじゃあ見て。静止画ね。画像ってやつな。画像の方ね。いや、あの、今回は、タラ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 、はい、俺の中学校の時の卒業アルバムの写真の髪色がちゃい。まあ、どういう風なね、髪色が変化するのか、ちょっと皆さんにも見ていただきましょうかね。これ、俺の中学校3年生の時なんですよ。どれ見てるの？俺、なんかね、前、あの、全部写真を撮っといたんですよ。色がね、赤からでもこれで桜木花道だもん。どうだったらこう顔を細くするとかさ。これ柔道終わったけど先生が練習来いっつって、うん、で練習行くと疲れんじゃん、うん、ただ現役ほどの練習はやんない。これやってたんだけど、うん、腹減んじゃん、飯食うじゃん、太るじゃん。だからこれもう余裕で100キロ超えてる、中3の上。すごいね、こうやって今この絵で並んでるとね、すごいよ。ビフォーアフター。したっけよ。で、第2問。はい、じゃあ第2問いきます。まあ、でもそんなに難しくないですね。よし、かなってこれ。さ、はあ、い、第2問、デデン。ああ、これはあれですね。俺の顔が3つともついてる。まあ、そうですね。あのね、そっちはね、まあ、それも正解なんですけど、そっちギャグ枠なんですよ。日立太田の道の駅の外にある黄門様の看板で、これね、影分身は俺使えないから。いや、そこも影分身は使えないので、俺は火影ではないので、これは影分身はできない。あ、そっち逆枠なんですよ。それも正解なんですけど。そう、俺はだから道の駅日立大王に行って。いや、分かってるじゃん。影分身を、これが皆さん、日立大王の道の駅。これ俺の影分身が消えんのかどうかちょっと見てみればいいんじゃないかな。あ、そっちはね、消えないんですよ。あー、ちょっと消えないですね。うん、そっちはね、正解なんで。はい。というわけで、あの、影分身した俺、正解。ありがとうございます。これね、あの、道の駅、皆さんも言われたら行ってみて、道の駅、スタジオ。おお。あのね、この間、飯は食ってねえんだ。俺は、そば。なんだっけ、とんかつ味噌ラーメン。マジで学ぶの食ってるみたいな名前だよね。カレーハンバーガー。確かに。エロインピツ。じゃあ第3問。か。
かかってこい。これはね、ちょっと分かんない、どうだろう。デュレン第3問。はい、というわけでね、あ、これはね、あれですね、日立にある道の駅に昇格したお魚センター赤津水産がやってるところね。うちの動画でもあるかすみちゃんが食ってる身勝手丼とかが食えてます。すごく簡単ですね、これ。食べ物の色が青じゃなくて緑。さすがにバレますね、これ。これはね、俺はね、あの2週に1遍ここの脇を取って配達に行くのでね。さすがにバレましたね。こんなのちょっくらですよ。もう身で違和感しかないじゃん、こんな。こんな緑々しい道の駅ねえから、マジで。ほら見ろ。こういうみんなこういうね、細かい文字とかを、あとは大センターになってんのかなとか予想つくんだけど、もうコータのね、見慣れてんですよ、こっちは。さすがにバレましたね、これはね。まあ、色が不自然だもん、って。まあ、お魚センター知らない人だったらね、ちょっと騙せるんだけど、さすがにちょっと見すぎてるね。ちょろいっす。コータのもうちょっくら、もうだって色がごじゃって極まりねえんですよ。ちょっと一瞬気づかないかなと思った。それ大ごじゃってるんですよ、大ごじゃ。ごじゃって。最後の問題。これ最後の問題は多分あんまり見慣れてないから、そうだ、これもちょっと、じゃあ前回のあれが文化センターみたいな、あ、そうだ、ね、あ、じゃあ美術館か、あれよりもっと見慣れてないと思う、これ大変、それじゃあ優勝でん、おこれあれだっぺよ、一条院の、あ、そうです、毘沙門天、もう毘沙門天そもそもが違うよね、うん、この上乗ってねえから、こんなの、どれこの金ピカ、その金ピカはね、乗ってますよ。あれ乗ってたっけ。それは乗ってんすよ。毘沙門天の一条院のあれだね、この体内巡りっつうのがあれなんだよ。なんだっけ、そう、下がね、入るんですね。あれ、あ、そう、長野の善光寺みたいにここ真っ暗になって回るっていう。あ、そう、中にいっぱいなんか。毘沙門天はでもね、これね、毘沙門天としては世界寺なんだよね。あ、そう。で、聖堂のこの毘沙門天像としては世界寺。これ上にこんな冠ついてた？ついてたっけ？ついてます。毘沙門天俺結構見てるよ。これはねちょっと難しい。どこだこれ。めっちゃ毘沙門天覚えてないとさすがにこれはちょっと難しい。毘沙門天のこれどこ、どっか違うのこれ。出雲見てるよこれ。ちょっと変えてみるか。最後の1秒で止めないとね、最後パパって戻るやつですぐ分かっちゃう。あ、そう。でもこれは、そうなんですか。あー、分かった。後ろのあれか。そうですね。ご来光がなくなってんのか。世界。そう、あ、確かに言われるねえよ。言われりゃないんですよ。あ、確かに。これちょっと難しいですね。しんどいかな。前回の文化センターじゃない。あれがちょっとね、難問すぎたの。あの、なんだっけ、あの水戸の芸術館のやつは、ちょっと一回見ただけでしょ、あんなった。あれはかなり難しかったね。というわけで4問です。意識ない。1問目とか2問目にいや、2問目は割と頑張って作ったんだ。あれは結構ごじゃって極まりないんですよ。ちょっと動画と思う。いや、3問目が一番やばかったかな。なんか、なんか、ね、あれ、手抜きしたよね、やっぱ正直。てか、あのね、難しいんだよ、これさ。袋田の滝にしちゃうと、うん、いつも違うじゃん。その写真によっちゃうじゃん。だから、なんか難しいんだよ。で、筑波さんも考えたんだけど、撮り方じゃんっていうレベルのになっちゃうんで。じゃあどうよ、筑波の JAXA とか、そうだね、霞ヶ浦とか、霞ヶ浦タワーとか、あの辺いいですね。霞ヶ浦の道の駅とか、ああ、いいですね。霞ヶ浦のあそこのカインズとか、多いな、ベーシアとか。カインズとかベーシアは絶対ダメでしょ。もう絶対覚えてないでしょ。笠間にある世界一描い花瓶とか、石切山脈とか、ね、あとは茨城の名物だって、伊賀っぺよ、吉原天中だの、のし梅だの、亀印だの、大丈夫、あとは例えば、ミドインターの入り口のどこにある、日立の里ドライブインとか、ああ、確かに。まあ今、長いとこバーしてあげたけど、ね、今、すごい、忖度集がすごかったけど、あとはこの間、まさかの展示会に行った時に、あれ、YouTube 出てる人がですかっつって、声かけてくれた霞ヶ浦の小沼水産さんとか。まさか東京の展示会行って嫌と思って声かけられると思わなかった、ね、あとは例えば俺が伊豆のお世話になってるぎっくり腰とかやった時に電気を当ててくれる小池接骨院で、まさかの電気が終わった後 YouTube やってる人じゃないですか、握手してくださいって施術中に声かけてくれたお姉さんとか。すごい言うじゃん。すごい、やっぱラッピュー変化のモードはすごい広告だったじゃん今。もう2分ぐらい広告してた今。
案件はこちらの方でお待ちしてます。いくらでもやりますから。いや、どうも。というわけで第2回ですね。また次回お楽しみに。じゃあ、よっしゃ分かったとかきちんと分かんなかったなって人はグッドボタンとチャンネル登録で、分かったよとか変わったの簡単だっぺっていう人はグッドボタンとチャンネル登録としてもらって、あと鈴のマークも押しとくといいですね。ああ、通知マークな、うん、それやっと動画上がったら上がったよって教えてくるから、ね、じゃあ次回もまだ皆さんの脳みそを活性化させていきたいと思います。それではまた次回、じゃあね。